早稲田大学のスポーツ科学部というところに勉強で進学しました。好きなことを仕事にすることもできなかったと思います。1日のスケジュールの中にどん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 組み込んでいく不平等をぜひ達成してみてください。おっす極真会館埼玉南支部支部長の鈴木雄三です。今日は文武両道について僕なりの意見を語っていきたいと思います。空手の先生をやっていると入会してくる生徒もいれば、もちろん退会していく生徒もいます。その退会理由に勉強が忙しくなるから退会しますという退会理由がよく見受けられるんですけども、全然それはそれでいいんですよ。いいんですけども、僕的にはとてももったいないなと考えています。勉強が忙しいから辞めるという理由が、まあ、本当であるならば、全ての時間を勉強に注ぎ込むってことですよね。それって本当に必要なんですかっていう話を今日はしていきます。空手に限らず他のスポーツでも、まあ、勉強に専念するからそのスポーツを諦めるというような子もいれば、逆に空手や他のスポーツを頑張るから勉強は一切やりませんというような子もいます。それはさっき言ったみたいにとてももったいないことをしていますし、まあ、今対象となるのは小学生、中学生、高校生と学生をまあ対象として僕は語っていますけども、その子たちが大きくなった時に持つべきスキルが一つの物事しかできないと身につかないと思います。まあ、今ももうそうなんですけども、これからの時代いろいろなスキルを身につけなければ生き残れない時代へと変化してきています。ネットや、まあ、こういったスマホが発達することによって情報量の取得というのがとても膨大なものになりました。また機械の発達によって僕たちの作業する時間というのが、まあ、機械にとって変わっているので、情報量の発達と機械の発達によって僕たちの昔の下に比べたら相対的な時間が増えているんです。なので求められる結果が昔以上に膨大な量へと変容しているんです。だから小学生から高校生、まあ、学生のうちに勉強とスポーツ、勉強と文化活動のようにいろいろなことを同時進行で行っていくような経験、これをぜひ積んでいただきたいんです。そのために文武両道というものを僕は皆さんにお勧めします。文武両道について語る前に僕の経歴を簡単に説明していきます。僕は中学生、高校生の時極真空手の学生選手として活動していたので、もう週6回みっちりと3時間ぐらいは毎日毎日稽古に励んでいました。その中でも学業をおろそかにするということはしていませんでした。空手ももちろん目いっぱい頑張るし、勉強もしっかりと頑張る。それによって受験勉強を経て早稲田大学のスポーツ科学部というところに勉強で進学しました。高校3年生の受験勉強の時には、まあ、文武両道とは言っていますけども、しっかりと受験勉強に専念するために半年間空手は休会し、1日12時間ぐらい勉強をしました。そして大学合格の発表がされたその日に道場に戻って稽古に復帰をしました。大学在学中ももちろん毎日週6回極真空手選手として練習びっちりとやっていましたけども、大学の学業もしっかりとこなしていました。大学を卒業するときには自身がやっている文化活動、僕の場合だったら、まあ、空手の成績と学業の優秀者、この2つが秀でているものに贈られる早稲田大学学生文化賞という賞と早稲田大学交友会闘魂賞、2つの賞を受賞しました。まあ、この2つともいわゆる文武両道を評価してくれるものだったので、とても嬉しかった記憶があります。そこからずっと現役選手として空手に専念し、プロのキックボクシングのリーグにも上がり、4年前に自分は選手を引退しました。そして選手を引退してからも、まあ、空手の道場、この空手の道場を経営するとともにフィットネスインストラクターをやったり、あとはパーソナルトレーニングのジムを去年オープンさせ、そこも経営しています。それ以外にも今撮っているようなこの YouTube を運営していたり、セミナー講師をやったりといろんなことにチャレンジをしています。その時に必要になるスキルがやはり勉強する、学ぶということなんです。
もし僕が若い時に空手しかやってきていなかったら、他の、まあ、お仕事をすることもできなかったですし、勉強しかやっていなかったら、こういった空手の道場をやったり、好きなことを仕事にすることもできなかったと思います。だから僕は昔から文武両道を貫いてきて、今現在本当に良かったなと感じています。だからこの動画を見ている小学生、中学生、高校生の皆さんも、ぜひ文武両道を貫いてほしいと思っています。では文武両道をやるとどのようなメリットがあるのかというのを挙げていきます。メリットは3つです。1つ目のメリットは、時間の使い方が上手になるということです。一日の限られた時間の中で様々なタスクをこなしていかなければいけないので、スケジュールをうまく組み立てるという能力が文武両道を達成するためには必ず必要になります。今現在の僕の送っている一日の簡単なスケジュールはこちらです。このようにしっかりとタイムスケジュールを組んで、自分のやるべきことというのを一日のスケジュールの中にどんどん組み込んでいく。そうすることによって、僕の場合だったらさまざまな仕事、皆さんの場合だったら学業や練習、これをうまくマネジメントできるようになるんです。2つ目の文武両道のメリットとしては、勉強とスポーツ、やってきたものを組み合わせることによって無限の可能性が生まれる、クロスシンキングという考え方ができるようになります。僕は大学進学をなぜ早稲田大学のスポーツ科学部に決めたかというと、やはり自分が一番大事にしてきていた極真空手で優秀な成績を残すということにつながるような学問を学びたかったからです。自分でトレーニング方法、スポーツバイオメカニクス、スポーツ栄養学などを学ぶことによって、自分のパフォーマンスにも活かせるんじゃないかと思って、大学に進学しました。まあ、そこで得た知識をもとに自分のトレーニングメニューなどを組み立てながら、まあ、幸いにも、極真空手でもそこそこの成績を残すことができました。また自分で仕事するときには、空手で学んだことと勉強で学んだこと、これを組み合わせながらフィットネスプログラムなども開発することができました。もちろん勉強とスポーツに限らず、やってきたものとやってきたものを組み合わせて掛け合わせて新しいものを作ることができる、このクロスシンキングができるのが2つ目のメリットです。3つ目のメリットとしては、圧倒的な自己成長につながります。やはり1つの物事よりも2つの物事、2つの物事よりも3つの物事、これをやることの方が絶対的な努力量が必要になります。努力した経験は自分の人間力の成長にもつながります。たくさんのことに手を出し、まあ、その手を出したことをしっかりと努力することによって、自分の自己成長が大きくできるようになると思います。これが3つ目のメリットです。ではこの文武両道を進めるにあたっての僕のおすすめのやり方を紹介します。まずはトゥードゥーリストを作るということです。トゥードゥーリストとは、これから自分が何をしなければいけないのかというのを明確に書き出すことです。こういった iPhone の中にもトゥードゥーリストのアプリは入っています。リマインダーと呼ばれるものなんですけども、僕はこの純正のリマインダーに自分のやるべきものだったり、どんなことを勉強しなければいけないのかなどを思いついた時に、どんどんメモり、そしてそれを実行するように組み立てています。学生の人だったら、自分がやらなければいけないような勉強内容だったり、買った方がいいような参考書だったり、そういったものをノートに書いてもいいですし、こういったアプリでも構わないので、どんどん落とし込んで、自分のやるべきことというのを明確にしていってください。次に文武両道の進め方の2つ目は、タイムスケジュールをしっかりと組むということをやっていきましょう。まあ、システム手帳のようなものを買っていただいてもいいですし、こういった iPhone の中に入っている、カレンダーや Google カレンダーなど、どんなものでも構わないんですけども、自分の1日のスケジュール、1週間のスケジュールというのをしっかりと明記していきましょう。明記するのは、まずは決定している事項を書いていきます。例えば、何時から何時までは学校、何時から何時までは仕事、何時から何時までは練習というように、もうやらなければいけない、必ずそこは行かなければいけないものというのをどんどん書き出していきます。それで全てスケジュールが埋まってしまう方というのはなかなかいないと思います。必ず空き時間ができますよね。その空き時間に対し、自分の先ほど挙げたトゥードゥーリストのやるべきことというのをどんどん埋め込んでいくんです。例えば勉強で言うと、
ここまでの英単語の内容、ここまでの数学のワーク、ここまでの社会の覚えなければいけないところなど、自分のトゥードゥーリストで書き出したことを空いたところにポンポンポンともうあらかじめ入れていってしまうんです。そうすることによって行き当たりばったりで何かを行うのではなく、もう自分がやるべきことというのが明確になっているので、しっかりと時間がそこに費やせると思います。そしてこなしたタスクはトゥードゥーリストから削除していく。このようにトゥードゥーリストとスケジュールをうまく組み合わせることによって、自分の時間を有効に使うことができると思います。とはいうものの、もちろん何かに集中するときというのは必ず出てきます。空手を休会して受験勉強に励みましたけども、そもそも埋まっている時間がもう一日の大半、寝るときとご飯食べて移動するとき以外全て勉強で、スケジュールが埋まってしまっていたので、どうにもこうにも練習はできないような状況がありました。それは受験前だったり、あとは学生でも、中間テスト、期末テストの前だったり、勉強に集中しなければいけないとき、こういった時はもちろん一つの物事に集中していただいても全然問題はありません。ただそれをじゃあ1年間続けるのか2年間続けるのかっていうと、本当に無駄な時間なく過ごしていますかということが問われます。おそらくほとんど余計な時間、無駄な時間というのがあるはずなんです。だから何かにまあ集中しなければならない時もあるけども、それ以外の時は様々なことにぜひチャレンジしてみてください。そして文武両道を進めるための3つ目のやり方としては、短期的、中期的、長期的な目標を作るということです。例えばトレーニングでいうと、来年の夏までにこんな体になりたいというような長期的な目標を作るとしましょう。そしたらその長期的な目標を達成するために、中期的な、まあ、数ヶ月単位の目標を作っていきます。例えば半年後にベンチプレス100キロを上げられるようになろう。そしたらこの短期的な目標で1週間、週単位、月単位で、この時までには80キロ上げたい、この時までには90キロ上げたい、短期的な目標を作っていく。このように目標の着分けをすることによって、自分がどの方向に進んでいるのかというものを明確に指し示すことができます。それを勉強の方面だったり、トレーニング、練習の方面、いろんな方向に目標目的をしっかりと設定をし、それをこなしていくようにタイムスケジュールを組んでみてください。文武両道を進めるための最後の4つ目のポイントとしては、すごく単純な話になってしまうんですけども、それをやり抜く意思です。自分で立てたスケジュールを必ずやろうというような気概がなければ、立てたスケジュールも意味がなくなってしまいます。自分で決めたものをしっかりとやり抜く力、これが当たり前なんですけども、文武両道を進める上でとても重要な役割を果たしてくれます。僕は立てた目標が達成できないととても悔しさを感じます。立てた目標は必ず達成しよう、そう思うことによって、自分が3つ目のポイントで立てた目標目的を達成することにつながっていきますよね。だから自分の立てた目標を達成するためにも、絶対に自分の立てたスケジュールを崩さないようにしてみてください。まあ、今の話から言えるように、なんとなく毎日を行き当たりばったりで、こんな風になったらいいなとぼやっと考えながら進めていくと、文武両道に優れた人間になれないだけではなく、一つの物事すら達成することはできません。まず何かに取り組む前に、しっかりとスケジューリングをしていく。しっかりと目標設定だったり、やるべきことだったり、スケジュール設定だったり、こういった前段階、準備段階がとても大事になってきます。勉強とスポーツで身につけるこの文武両道というのは、大人になった時、自分がお仕事をするようになった時にも必ず必要になります。その将来のための練習をするためにも、勉強するから空手をやめます、スポーツをやめます、空手や他のスポーツをやるから勉強はやりませんといったことはとてももったいないということが分かりますよね。今だからこの文武両道の練習ができるチャンスなんです。だから頑張って勉強も空手も、まあ、他のスポーツも文武両道をぜひ達成してみてください。以上が文武両道についての僕なりの考え方でした。文武両道をこなすことは、自分の人間力、人間の厚みを作ってくれることにつながります。
結局のところいろんなことをやるとそのいろんなことが全て無駄にはならず自分の中に積み上げられていきます。この積み上げられた厚みこそが人間力だと僕は考えています。この動画を見ている学生の皆さんはぜひ文武両道を達成してみていただきたいですし、また社会人の方もお仕事と空手の稽古両立するのはとても大変だと思うんですけども、今一度自分のなりたい姿、達成したい目標、これを明確にし、その達成したい目標を達成するためにどのようにスケジュールを組んでいけばいいのかということを今一度考えてみてください。動画をご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が役に立った、参考になったということがあったらグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルでは極真空手のテクニックの動画や他の格闘技に通じるテクニック動画、またフィットネスに関する役に立つ情報や一緒にやってみるようなトレーニング動画などを配信しています。もし一つでもご興味があるものが該当したらぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。おっす。